桜が春に咲くのはなぜ？冬の寒さと春の暖かさがあって咲くのです。春になるとまるで花同士が話し合って決めたかのようにあちこちの桜が一斉に咲き始めます。なぜ桜は春に一斉に咲くのでしょう？桜は花の元になる芽、花芽を夏に作ります。花芽は寒くなると育つのをやめ眠ってしまいます。眠っている時に十分に寒さにさらされるとやがて目を覚まし、寒い中でも少しずつ大きくなっていきます。春が来て花芽はぐんぐん成長し、つぼみになります。日が長くなったことや気温が上がったことを感じ取り、つぼみは一斉に開き花が咲くのです。桜が咲くためには冬の寒さと春の暖かさ両方が必要なのです。地域ごとのその冬の寒さと春の暖かさの情報から桜がいつ咲くのか予想することもできます。実は桜の中には冬に咲くものもあります。でも一番数が多くほとんどの地域で見られるソメイヨシノという桜が春に咲くので桜は春のイメージなのです。ソメイヨシノはもともとは江戸ソメイ村、今の東京都豊島区の植木屋さんが大島桜と江戸彼岸という桜を合わせて作った一本の桜の木です。日本にあるすべてのソメイヨシノはその木から接ぎ木という方法で増えていったものなので、皆同じ性質を持っています。だから暖かさなど花の開く条件が整うとソメイヨシノは一斉に開花します。近頃は地球温暖化と言われ、冬でもあまり寒くならない年もあります。そんな年は春になっても花がなかなか咲かなかったり、もともとの花芽が育っておらず、花の数が少なかったりします。桜の花の咲き方を見ると自然の変化を知ることもできるのです。お話豆知識。桜の花がいくつか咲くと開花と言い、80% 以上咲いた時のことを満開と言います。お話クイズ。日本には数百種類の桜があるが、一番多く見られるのは何という桜？答え、ソメイヨシノ。